市外局番とは電話番号の最初の部分として政府通信当局またはそれに類する組織によって同一国番号地域内の各エリアに割り当てられた番号である。英語ではエリアコード市外にかけるときに必要な局番であり原則として同一エリア内では省略できる。ただしエリア協会は必ずしも市長村境ではない。 電話番号の最初の例は国内電話であることを示す。国内プレフィックスであり、市外局番の一桁目ではない。市外局番は電話番号の二桁目から始まる。しかし、しばしばプレフィックスと市外局番はセットで扱われるため、ここでは誤解を避けるため、市外局番を記すとき必要に応じ、お前置する。多くの国では固定電話や無線呼び出しに用いられる。 北米電話番号計画の元国際番号や地域番号と同じ扱いとなるアメリカ合衆国やカナダでは携帯電話や IP 電話にも用いられている。一般的に同一地域の兵域番号ダイヤルでは省略できる。ただしイギリスには同一単位料金区域でない兵域、番号ダイヤル区域がある。また北米電話番号計画のもアメリカやカナダなどでは同一地域に 複数の地域番号が割り当てられることがある。ため同一地域間でもこれを省略できない場合が多い。市外局番には固定桁数の地域と可変桁数の地域がある。可変桁数の場合、加入者数の多い電話加入区域には短いものが割り当てられて市内局番、加入者番号の桁数を多くしている。3桁 ABC、南部諸国2桁 AB ブラジル1桁。 A オーストラリア、ニュージーランド2桁 AB5 桁、アブクドドイツ、イギリス、アルゼンチン、オーストリア1桁 A4 桁 ABCD 日本1桁 A2 桁 AB ペルー、シリア、大韓民国、南部諸国詳細は EN、リストオブノース、アメリカンナンバリングプランエリア構図を参照3桁固定。1が国内プレフィックスのため、1で始まる番号は使われない。 なお、プレフィックスと市外局番を合わせた4桁をセットで扱うことは少ない。国ごとの割り当ては、以下の通り、アメリカ、カナダ、ドミニカ共和国、プエルトリコ以外の国は市外局番が一つだけ割り当てられている。そのため、例えばバハマの場合、国番号がプラス1242で市外局番がないかのようにダイヤルすることができるが、国番号は プラス1だけであり、242は、市外局番である。シントマールテンは2011年に、旧オランダ領アンティルの国番号、プラス599から離脱して、ナンプに加盟し、エリアコード、721を割り当てられた。詳細は、日本の市外局番を参照東京の、3、埼玉県と千葉県の一部で採用されている、4、 大阪と兵庫県の6が最短の1桁である。最長はかつて5桁局番が2002年時点で北海道に5局番、広島県に3局番が存在したが2006年3月1日に最後の5桁局番15,829が廃止され4桁が最長になった。地域ごとに総務省告示で規定している。 ドイツの市外局番の1桁目詳細は、ドイツの市外局番を参照ベルリン、30、ハンブルク、40、フランクフルト、69、ミュンヘン、89の4都市が最短の2桁である。以前は最長4桁だったが、ドイツ再統一に伴い国番号も統一されたため、旧東ドイツの市外局番の先頭に3が追加され、最長5桁になった。 韓国の市外局番は地域番号と呼ばれる。首都ソウル特別市及び軽軌道の一部に割り当てられている2が最短の1桁である。この他の地域は角道及び広域市特別自治市ごとに 3x から 6x の2桁局番となっている。かつては広域市のみが2桁局番だった地域は市軍単位の3桁局番だったが、 2000年7月2日に、未知単位で2桁局番に統一された。7X 以降の地域番号は使用されていないが、韓国は、憲法上は北朝鮮を含む朝鮮半島全域を、その領土と定めていることから、南北統一後のために未使用のまま開けている。ありがとうございます。